日本九州地方福岡県福岡市中央区桜坂桜坂は福岡県福岡市中央区の地名。現行行政地名は桜坂1丁目から桜坂3丁目。郵便番号810の 0024? 全域で住居表示を実施している。桜坂駅前を通る城南線福岡市中央区桜坂は 福岡市の中心街天神から約2トル南西に位置する。福岡市営地下鉄の七熊線で天神南駅から桜坂駅までは所要時間6分と都心部に隣接する。福岡城に近いこともあって元上級武士の屋敷地が多い。都心に近いが関西でハイセンスな住宅地を形成する。かつては下警護と言われていた。一丁目と二丁目の境界に 花水木通り、1.2丁目と3丁目の境界に、城南線が通る。1丁目の北に隣接して、筑紫女学園高等学校、筑紫女学園中学校があり、周辺は、住宅街が形成される。ケヤ通りから、城南線への抜け道として知られる。花水木通り沿いは、食事どころや雑貨屋が並んでいる。2丁目は、坂の多い住宅地で、新工事、 桜坂の由来となった桜が、峰神社、天馬宮がある。また、幕末に活躍した加藤司書の屋敷が、今もなお静かに佇んでいる。三丁目は、南公園のある緑豊かなエリア。福岡市道植物園に続く、桜坂山の手通り沿いには、料亭やレストラン、カフェが点在する。ありがとうございます。